さらば井戸式プロ野球今回は広瀬義則さんです広瀬さんはピッチャーとして南海ホークスに入団しかしその才能は開花せず自ら野手へ転向を決断一気にスター街道を駆け上がりましたそして数々の記録を打ち立てます1999年に野球殿堂入りした広瀬義則さん広瀬さんの野球人生を 振り返ります広瀬よしさん投類とその打撃で22年にわたりファンを魅了し99年に野球殿堂入りを果たします後に野村克也に長嶋一郎と並び天才と言わしめた才能は2年目から開花1964年には史上初の 首位打者と盗塁王を同時に獲得するなどその後も数々の記録を打ち立ててきました今はなき南海ホークスへの思いそして盗塁の極意とは2011年ソフトバンクが優勝しましまたホ、えーね、ークスの OB っていう、はい、そういう感覚ってやっぱりありませんありませんかないですね ホークスってよりねやはりソフトバンクっていうのがねもう第一イメージでくるじゃないですかでそういうイメージから言ったらねホークスの使われてませんからかまあないですね大変の時はちょっと僕はねそうですねコーチをなさいましたああということはもうなんかやっぱり別の球団だって感覚になりますそううですねも もう全然あどういうんですかねお互いの行き来っていうそのねそれもないですからねまあだいいたあのパ・リーグの球団っていうのはそういう形になってしまったところが多いですよね南海ホークスから一時引いてで田淵君が監督だったきコーチで大へ行きましたよねまあこれで終わりだと思ったんですよ僕らね。そうですとまた大変ですねソフトバンク行ったでしょ。 やっぱりねパ・リーグの球団は非常に悲しいうーん <laughs> ところが多いですね。そう,そ,うそれは西武にしてもそれからオリックスにしても、ね、かつての名門がみんなそういう形になりましたからね。ねね寂しいですけどね。はい、まあ広瀬さんのその活躍をした頃の南海ホークスっていうのは本当にパ・リーグの優強かったですね。そうですね僕はあの あの少なくともまあ鶴岡さん監督やってた当時十何年間僕はお世話になったんですけどね、三位はないんですからね。優勝か二位です。かそうですそうです。で優勝しなかったらね会社だってね公社だってねなんや二位かゼロでそう全然相手に作り負け。リーグ優勝が確か鶴岡さんの時代は九回で二位が九回ですからどっちかですもんね。だから私は。 六回と六回ぐらいなのかな。まあ<ー>、ちょっとね。忘れましたけどね。えー、でも、その頃は。やっぱり西鉄がライバル、はい。そうです。西鉄だったですね。ですから、その頃はライバルの西鉄に勝って。はい、そしてセリーグの巨人を。倒したいという。そう,そうです。もう。それ以外。えー、まあ、考えることなかったですね。<ー>とにかく、まあ。西鉄に勝って巨人。えー、で、巨人。 いうのがねやっぱり僕らの憧れの的でしたからねそれはもう,う特に僕らがやった昭和30年代の中盤からね、えーえー、長嶋王っていうねこの2人がもうカッとね伸ばしてきてね日本を代表する2人でしたからねここを言わすのが僕らの夢でしたからね。でもまあ そのヒロさん活躍した時代は一般的に言うとね、人気のせ、はいはい、実力のパッってまあ言われましたですよね。言われましたね。まあそれもね結局人気のせっていうのはね巨人を中心にしたね考えだったんですよ。もう阪神となんかそんなにねあの人気の面でこうつけがたいものがあったと思うんですよ。ですね。関西では特にねそうでしたね。だけどまあ巨人いうのが絡んでくるとねこれはもう本当 巨人はどのチームもね前にしましたからね、ええ、だからね人気のお巨人対パリーグと、ええ、<laughs> そういう感じじゃなかったかと思いますよねまあ今ちょっと変わってきてますけどねそうですね今本当覚醒の感があって、はい、パリーグは人気も出てきたし、ええ、それから実力もあるという,う、ねはい、いやそれはね巨人の衰退がね、うん、まあ巨人さんには悪いですけどね、ええ、それがそういう 傾向にななったんじゃないですかねあ<ー>まあ確かにね阪神の人気はすごいんですけどもね、うん、やはりやっぱり大長嶋っていうこの二人を擁したね、えー、当時の巨人のこの人気度っていうのはね、えー、ちょっと阪神の,この人気とはちょっと違うんですね。うん、ねですから鶴岡さんがよく言われていた「巨人に負けるな東京に勝つ」ってよく言われましたね。 しかし巨人はかかったね<ー>しかしあの頃はねあ<ー>だけどね、うん、あの試合やってね、ええ、僕ら思うんですけどあのみんなは「いや長嶋王だけじゃない」って言いますけどね僕らオープン戦やってもね、ええ、たまにね長嶋をどっちかがかける時があるんですよ<あ>そうするとね、ええ、オープン戦というでもね巨人には絶対勝たないかんっていうねうそういう気持ちおりましたからね長嶋とどっち休んだら「お 1人休んだから言ったらね試合がねものすごい楽になるんですよ。やっぱり ON そうです2人並ぶとねこれは2人どっちかがねかカる可能性があるからそうすると前後がね嫌な打者になるんですよ。まあ悪いけどねこれはまあ柴田高田ね土井まあ黒江とかねおりましたけどね1人休むとね まあいらっしゃいと、うん、裏のね <laughs> まあ,あ何回もねそれだけのものを持ってたんですよね。二、えー、人スローとねこの二人の前半のあの一二三一二番のね誰か出ると嫌だなっていうところにね、うん、この嫌やさを感じるんですよね。うそういうチームだったですね。さあ今度はやっぱり広瀬さんといえば盗塁の話をね、はい、ズバッと浮かが言いたいなと思ってるんですけれどもこれ盗塁の極意を問う 聞かれると僕はね僕はやっぱりねまあ勇気がこれ必要ですよねアウトになっちゃいかんとかねそういう気持ちのねものが大事だと思うんですよ。やっぱりのは得点がね1点差でしかも7回8回ぐらいになるとですね せっかく出てもアウトになったんでは意味がないんですだから100%投入しないとですね、うん、で勝つっていうことの僕は信念として、うん、投入っていうのは勝つための通入だっていう、うん、もうこれはもう自分のあの信念でしたからね<ー>だから勇気を持ってチャレンジする、うん、っていうことですよねそのためには技術が入ってくるわけですよねまあこれがだから一番はその、うん、まず勇気,勇気でそのためをその勇気っていうものを ちゃんと指して成功するためには技術がいるということになるんですね。ということはの中で一つ勇気があります次の技術の中でのスピードっていうのはということはある種持って生まれたものっていうのはやっぱりあると思うんですね。だからそのスピードを生かす一つの使う条件の中に盗塁の技術というのはやっぱりあのスタート勇気というのはスタートがスタートね。 ということですよね。やっぱりスタートできるっていうことは、そのもう一つ前にですね、キルイがちゃんとできるっていうことが大事なんですよね。リードして、リードオフですね。ね。はい。で、タッチアウトになるのはこう最低ですからね。だからリードして牽制でアウトにならない、帰ってくるキルイする技術、これがもうこれをね完成させたらね、リードは思い切ってできるんですよ。スタートも思い切ってできるんですよね。それやっぱりこうピッチャーの 癖だとかいやそうでなしにじゃない自分の自分の感感覚たちもうはっきり言いましてねもうそのピッチャーがこうモーションしますよねはいそうするとね左足を上げたら掘らない感度ですようんそうですねこの足を上げる一瞬のこの上がるところのねいかに早く自分でですねその一瞬にそれと同時にサッと切れるかそこ見てるわけですかそうです。 で癖はねそれ以上に出たらもう100%ですよね、ええうん、ぐらいのことをやりましたよ。うん、これはもう僕はあの自分で自信持っていくようになってからですよね。うん、初めの若造の時はそれできませんけどね、うん、やっぱり自分がその盗塁っていうものに対して自分のその一つの、まあ、ポリシーっていうんですかね100%勝つために勝つ、うん、そのために100%成功っていう、うん、そのするためにはどうあるべきかいうことで、うん、僕は練習の合間にも、うん、もうそれ やってましたから、ん組んでよ、サードの組んで、なるほどね。だから単にこうスピードだけではないってのがわかるのは昔あの100メートルの日本記録の飯島秀雄さんをね野球やってない人をダイソーに使ってっていうロッテでそれやりましたね。でもやっぱりそれでは成功しなかった。ええええ、僕はね、ええ、あのこれはあのもう本当誰もわからないことですけどね。ええ、伊島君が来たときに、ええ、あの大沢さんが 関係してたたんんですよね監督やっかかかな<ー>なそして「お前な悪いけどあの伊島をちょっと教えたくれへんか?」って言われたんですよ。えー、で僕はね東京球場で試合あるちょっと早く行ってね、えー、で伊島呼んで教えたんす。<laughs> ちょっと来いっと。<laughs> えー、<laughs> ねっ、えー、時僕がね確かにまっすぐけ制とかなけりゃ早いんですけどもね <laughs>、うん、県ん制とかねあってくれたら走らないんですよね。 だから僕はね、君はね、まず野球を知りなさいって言ったんですよ。だって教えてすぐできるもんじゃないですからね。だからまず野球を知りなさいっていうことを言ったことがありますね。それヒロさん言われた、まずそのリードフを取ったらキルイって言いましたね。えそうです。そこはですから陸上競技の選手は戻ることなんかやってないわですよね。逆ですからね。そうですよ。ああそれからその走っていってトップスピードになってベース際のこのスライディングですとか。 はいはい、これよくあの最後のベース際のところに速くなければっていいますけどこれどうなんですかこれだからね、ええ、まあスタート切ってというのはスタートピッと切ればね、はい、トップスタートになるのが早くできるんですよね。ええ、だからまずそれを過ぎたら今度いかに速いあの短い距離でトップスタートになれるかっていうことが大事ですよね。そしたらそれを持ってベースつくそのそこのあたりはもうグラブっていうより、ね、目を目をね 目を見たら目はごまさせじゃないです。グラブをカってやっとっても目は絶対ボールを見てますからね。ああ、そうかそうか。ってことはショートかセカンドの目を見る。目を見るんです。バアと目を動きをバーアと走ってバとこう。それはもう一瞬の感覚でわかりますね。ええ。でグラブをこうき取ってももうボールはこっちき取っても何してもと目はボールこっちき取る目は絶対ないですからね。なるほどなるほど。 だからねその感覚であこっち来たのな思ったらこっちに一瞬ですよ一瞬の時はねやばいな思った時は自分でこっちに滑るとかねそういうのをできるようにまあ自分のある程度完成度が高くなった時はできましたですね。まあ廣さんよく言われるその盗塁は大事な時にやるもので勝負が決まったりねただ数を稼ぐものではないっていうのは論僕持論でねつまらん持論でしたけれどもね。 まあしかしかね、それはね常に優勝しないといけないっていね、ええ、そういうところにあの、うん、いましたからね、ええ、だからそういうその自然とそういうふうになっていったんですね、うん、勝つためにっていう形がですね、うん、やっぱりこれが鶴岡さんの、まあ、一つの無言の教えだったと思うんですよね。<ー>それに報いるっていうことが僕にそういうそのおどういうんでしょうかね持ってい方を作り上げたんだと思いますけどね。うんうん まあですから通算596という盗塁の数は広瀬さんがその気になってえやれば本当はもっと数だけ増やすんならできたわけですか、ねまあ、数だけねだから鶴岡さんがね時々あの試合、えー、ものすご負けてくるじゃないですかた、えー、ら上からね「えー、おい広瀬前走って」っていう人がおる<ー>ったんですよ試合がつまんなくなってるから本当と、えーえー、親分がね「うん、親分っちゃいかんです、ね」で <laughs> いいですよ鶴岡さん親分でしたから、えーえーえー、これやるんですよ、うん 走りる,ると。うん、もう絶対やって、大体アウトになりましたね。あ、そうですか。うん、もう決まってるのに、うん、走ったってね。だけど、まあ、お客さんはそれで喜んでくる、大崎じゃなんかね。えー、喜んでくれましたけどもね。えー、ものすごい嫌だったし、なんでこんなとこへ走らないかんのか。ね、その頃、その五年連続盗塁王。はい、実は盗塁王って、あれですよね。はい、あのー、ヒロさんが走り出してから。 作表紙をなったんですね。ねそうですパリーグはね。ああ<ー>。セリュはあったんですあ。あったんですかセリュはね。でパリーはなかったんですけど、えーえー、僕はその三十九年に、えー、まあトリっていう形以上に非常に打ったんですよね。はい、あの年あ。そうですね。それが含めてトリをも作らないといけないんじゃないかということでトリ<ー>を作ったんですね。 だから福本なんかわしに感謝せないからね通りをずらっと作ってるもんねそうですねだからそこもあいつ感謝してないんじゃないですかねなかったらやっぱり違いますようん本当言いますとねそうですね。やっぱりあるとやっぱりそれが励みになりますからね何も走ったって通りをタイトルなかったらね人間ねそう簡単にねもうやっても一緒じゃないかとこうなるんですけどうん。僕は 勝つための蓄積がああいう形になったんですよね。ねだけど、まあ、塗料取れて、ね。ええ、その後、みんなね、ええ、あの、いい思いしとるからいいんじゃないですか。<laughs> 将来のオリンピック選手とまで言われ。中学生の頃から、足で、その才能を発揮し始めた広瀬さん。同時に、野球でも一目置かれる存在となりました。しかし、広瀬さんは。 先生にになる夢を持って高校に進学、野球はやめるつもりでいましたその広瀬さんにプロへの思いを抱かせたのが人との縁。さまざまな運も重なり広瀬さんは難解に入団することを決めました高校時代ですかその広島カープから。 恋っていう話はあったって聞いたの、えー、本当ですかそれは,それはね僕はあの二年生になって、えー、で三年生にあの左のピッチャーぎたんですよ、えー、でテスト、えー、今やってるでしょカッティングね、えー、あのテストがあってその先輩がねテストを受けるんですよ、えー、で一人じゃ嫌なんでお前来てくれへんかと一緒についてってくれるわけですよほ、えー、で僕はねまあこれじゃあまあ先輩ついていこうっていうんで一緒に行ってテストを受けたんですよ、えー、その先輩も通ったけど実は 僕が欲しいっていう形だね。<laughs> で僕はもうね2年生ですし、<ー>そんなカープが入って野球プロ入るっていう感じはないですから、ね。らいや僕は行きませんとなるほどいう形で、でまあ先輩は入ったんですけど、ねうん。じゃあ中退してまではカープには行かなかった。ええー、もうどこでも行きませんよ。<ー>はい。先生になるために。そうそうそう。もうそういうただそこであ俺みたいなのもプロが引っ張るんかっていうんでちょっと。 なるほど。変わりました。で、三年卒業するときに。南海ホークスに行くいきさつは、これは何ですか?。これはね。そのまあ、三年時も一回戦負けましてね。これね。あのもうプロなんても意識してないですよね。ね。あの陸上。まあ、あの体操の先生おりましてね。お前、野球はもうどっちにしたって弱いんじゃけ。まあ、今年は、それ三年時ちょうど。あの国体がね。北海道だったんですよ。 でお前なあ野球はとってもどこも行かれせんからなお前どうや陸上,陸上やってみる今年お前優勝したら、うん、北海道行けるでって言うんですよね、えーえー、それと僕何やるんですか?うんうん」っ三段跳び」いうのはないんですよあの頃ねあー走るハー幅跳びしかないんですよ。走ー幅跳びがあるけどお前それやれって言うんでねほんでじゃあまあ北海道行きたいためにね 先生がしちょっとやる間えてね、何日ぐらい練習したかな、四ゴ日練習しましたかね。それで大会出たんですよ。優勝できなかったんですけど、二位になったんですよね。だからそれから後はね、もう陸上ずっと野球なんかも野球やないで、陸上やったんです。それなのに何回からこれはあれですか。これはね、誘いがあったわけですか。いやそれ何回はありました。ただね。 それはね、あの僕がたまたま三年の時一回戦の負けたけど、うん、あの見に来てた人ごんですよね。あ<ー>それはなぜかというと、僕中泊の時もそう、まあ良かったということで、うん、あの大谷高校にまあ広瀬いいピッチャーごろでと言うんで、うん、なんかあの見に来てたらしいんです。あ<ー>だけど一回戦でね負けたんですけれども、うん、まあ内容的には良かったんですね。うん、で、その人があのテストを受けてみえんかと、ええ、何回。 ええ、だらそりゃテストじゃないですよ、僕はね、初め、あとから来たテストは、何回行けへんかって言われたんですよ。ほ、うん、んなら、どういうんかな、その何回かあったら、もうあの頃ね、やっぱり、菅子さん監督だし、だね、広島でもね、ええ、何回言うな、ええ、巨人圧倒的に多いんですけども、ええ、何回もやっぱりね、広島では人気がありましたしね、うん、おお、何回かなと、じゃあ、俺、行きたい、行ってもええなっていう感じになったんですよ。ええ だけどその時ね、テストにけいへんかっ,言ったら、言ってませんよね。まだテストまで、してまでっていう。その人はそんな言わなかったですよ。うん、何回こい、いけへんか、けいへんかということで。それで、ピッチャーで入団。ですかそうです。ピッチャーで、で、まあ夏、夏の、夏休みですよね。えー、行きましたよ、大阪、あの、何回の、大阪球場で。えー、で、まあ、今で、言えば、テストですよね、したんでしょはい、はい、で、練習して、俺も二軍戦を打ったんですよ。 へえー、だから今だって違反ですよね,そうですねだって高校3年の時にね, <laughs> ね二分生掘るんですもん <laughs> 近鉄ですわ。もう<ー>でそこでね、えー、あの先発で3インニング掘ったんですよ。お<ー>えー、ほんで3人もね、えー、だから僕はフォアボール出して、えー、ほんで、えー、人アウトになって牽制で冒頭放ってサード行って次の3番バッターにカーンとホームラン打ったれた、えー うん。あらら、こんな、こんなね。二分の三倍にホームランを打たれてね、それはもう、プロで飯食えるわけないっていう形でね。ああだから、もう、もう、なんかはいいやっていう、プロはいいやっていう形で、まあ。うん、帰ったんですよね。うん、帰った後にその人が来て、おい、なんか、あの。ぜひとも。<ー>あの、うん、行くで、こうなったんですよね。それで、でも、学校の先生になる夢を諦めて。はい、そうです。 だそのねまたね佐野先生がねあの僕も誕の先生池田先生とかねその話聞いてねあのまあ夏休み終わって何回あの話があるとき先生のとこ行ったら何回？その先生がものすごい何回ですか？そら伊広瀬、お前ね何回は行けってことですよ。はあええ本当ねその先生高校では珍しく東大出てる人なんですよ。これ大田高校の先生してたんですよ。 俺,なんか俺は行けって言うんでね俺はもうこれは行こうかなっていう感じででも縁っていうのはそういうもんなんですねで2年目に野手になって 1>, 1年目の途中からねでこれは1軍に上がっていくきっかけは何だったんですかそそれはねね、ええ、結構早いんです僕軍ののまあその転校して、えええー まあ結構、見だしたら足は速い、うん、肩は強い、ええ、守備も前いということでね、ええ、あとはバッティングだけじゃなって監督見とったんでしょうね。で僕が見て「おっ」っていうんですぐレギュラーで使ってくれたんですよ<ー>転校してもね。ええ、で二軍戦でこう出てるうちにあのー、言ったんじゃないですかね一、あのー、軍からねコーチが来てたんですたまに。あ その人が僕を非常にこう、認めてましてね。ええ、おそらく鶴岡さんに進言したんだろうと思う。なるほど。一年のオープン戦。うん、僕連れてもらったんです。ええ、昔はね、だから、シンドゥオフ、何回。巨人、阪神、何回、西ちょっと四チームがね。ええ、あの、帯同で九州待ってたんです。なるほどね。ええ、すごいよね、僕はね、連れてもらったで。で、そこで連れてもらった時にですね。えええー。まあ。初めはね、ボールをこう、持っていくようなもんですけどもね。 たまたまその時阪神のあのー、新人を取ったのがね西村一浩いるのああいましたねあの頃はね帯同するとね数エースがね一人に掘るんですよ、うん、あのまあこうみんなに見てもらうと、えー、ら西村一浩がね必ず九回にがという最後締めに来るんですよね<ー>全然打てないですよ、みんな、うん、でね最後の試合ぐらいかなずっとベンチにおったんですけどね鶴岡さんがおい若いの まああのこのピッチャーなどっちに去って見てみる打てるやつはおらへんのやからお、うん、前まあ行ってこいこういう感じで行ったんですよ。<ー>僕はねピンチったいってねヒット打ちましてね<ー>でセカンド通塁したんですよあご<う>みたいにほんで次サード通塁したんですよほんなら冒頭で僕1点ククッと1点取ったんですよ、うん、それでねこう認められたんじゃないかい<ー>だから僕はデビューは非常にラッキーなんですよね ようやくその頃鶴岡親分に声をかけてもらうようになったんですね、はい、そうですね、えー、もう本当に神様でしたからね僕らから見ればそ声をかけてもらえるっていうのが、えー、もう嬉しく知らないですよねあのダミ声でね、えー、まあ,あ親分と言われた、はい、まあそのおかげでチョロいあたのね、えー、つけたんじゃないですかねちょろちょろっと走ったから チョロチョロで走ったからだけど本当あの頃は本当ですね。でもそうやって鶴岡さんにチョロって言われるのはう嬉しかったですよ他かの人にね言われるのはあんまりそうでもなかったですけどま鶴岡さんに本当チョロ言われるととにかくものを言ってくれるっていうこと自体が嬉しかったですからね。 そのデビューをしていくところですね。はい、まあ公式戦に入ってから、はいはい、なんかずっとヒット続けて打ったそうですね。そうなんですよ。これね、まあ二軍戦もそうで、あの、ええー、あの新人戦の時もそうですけど、ね、一戦、えー、目も、えー、あの二年目の二年目のあのゲームの時ですね、えー、西宮で夜中ね、えー、新人で打ったんですよね。半球のようなね、えー。全然打てないですよね。<ー>結局負けたんですけどね。えー ただな同じことを鶴岡さんに言われてね、うん、7回か8回ぐらいですね飯田さんとかねもう想像たる人が出て受けないんで、えーうん、だ鶴岡さんが「おいおい新人のお前なあの新人のピッチャー見てみベテランが全然打てんとねあのー、くるくる回っとるんじゃんと、うん、お前お前言ってこいお前打たんでもええから、あのー、ピッチャー行っとこい」えー、ほんで僕ねヒット打ったんですよ。 本当は二塁打ですけどね、<ー>嬉しいってね、あの、ベース、ファーストベース、こうやって回してセカンド行けるんだけど、そんな。もう、見えてまし、<laughs> 見えてなかったですよね,<ー>ね。だから、本当は。うどういうのかな、ラッキーっていうんでしょうかね、<ー>そういう感じで。あの、ガソリンタンクと言われた柳田さんからね。そうですね。だから、それだけ覚えてるんですね。<ー>ねあ、そうですか。あの、いっぱい、あの、思い出があったとしても、一番覚えてるのは、その。 でもそれで7打席ですか、はい、連続ヒットだった。ええー、まあそれがこうねとびとびですけれどもね、えー、まあそういうのが重なって、うん、だけどそこは全然僕は覚えてませんけどもねあっそうです覚えてませんよそれわかりませんねんでもそれで、はい、鶴岡親分は、はいはい、あ広瀬はいいなって買ってくれたわけでしょ。まあ そう思いたいですけどね。そうやっても、もうすぐまた二軍をされしましたよ。あ、そう。え。だから、その飛び飛びなんですよね。ヒット打って、その次。あの、また行って。それで、夏頃より、先発して、四打数四安打打って。あ。ね、その次、今度、あの、遠征連れてもらったんですよ。で、二打数二安打打ったんですけどね。これで、ちょっと、一軍行かしてくれるかもと、帰ってくると、また二軍なんですよ。 ちょっとむくれましたけどね、うん、でもそれはやっぱり鶴岡さんのある種の眼力というんでしょうかね、うん、そういうことがきっとあったんで、ね、まあだけどねやっぱりショートでしたからね、えー、あの木塚さんとかもうおりましたから、えー、100万ドル内野陣がいたからね。と、はい木塚さん鍵山さん,山さん岡本さん森下さんとね、はい、みんなおりましたしかのね、えー、まあ僕らはまだそう打ってもひよごですからねまあ仕方がなかったんですけどもね。 いたわけですねです影山さんがサードで,で、えー、まだ30前ぐらいの,のも若手ですからねそ,かその100万ドル内野陣の中へ広瀬さんは入っていこうとしたんですけ、ね、ど、まあ、こうとしたよりいかざるを得なかったんですねでもやっぱりそうすると鶴岡さんが見ていてくれたっていうのはそれはまあ、えーえー、あると思いますね。 広瀬さんはこれまでのプロ野球の歴史を次々と塗り替えてきました通算盗塁成功率8割2分9厘シーズン盗塁成功率9割5分7厘盗塁にまつわる記録はもちろん打者としても多くの記録を打ち立てます中でも1964年に達成した3割6分6厘での首位打者獲得は 右打者としては21年間破られることがなかった大記録でしたしかしその記録の裏には意外な事実がありましたまあ一番センター広瀬で定着をしていく中であれヒットメーカーになった年がありました63年あの187安打って年がありましたよね <laughs> 知りませんね本当<え>疎いんですもう本当ね、ええ、記録っていうものに対してね、自分でこの覚えがないんですねでもあれはやっぱり後にイチローが出てきてイチローが破るまでは記録だったというあ、そうですかねでも当時確かね、150試合ぐらいですからゲームが、はあ、それで187本ということは1試合1本以上 その頃の感じってどうだったんですか?。もう打てるよっていう。まあ、打つのは楽しかったですけれどもね。<ー>だって、雑だったですね。自分で。えー、野球のそのバッティングに対する、その。まあ、というのかな、概念っていうんですかね。えー、これに対しては、僕はプロとしてはね、失格だと思いますね。うんえー、もっと、あの、うん、こう打つことに対するね、執念なんでしょうかね。なるほど。とにかく。あの試合決まるとホームラン打ったかったんですよ。バカみたいに。<laughs> 本当にね <laughs>、ええ、だから鍵山さんバッティングコーチしてましてね「ええ、お前はなお前そんなに雑に打つんだ」と。と、うん、ういうのはもう試合決まったらとにかくホームランかっこいいじゃないですか、ええ、ホームラン打てないのにねブッとこうね大振りして<ー>、ええ、そういうそのね、まあ、そのバッティングに対するその集中信念っていうんですかね、ええ、そういうものはものすごく欠如してましたんですね。 ホームランはノムさんに任せておけばいいんじゃないかと思わなかったんです。いやそういうのがないんです。僕のねアフナドコなんすわ。でもその年その六十三年に百八十七本打って、その翌年の六十四年っていうのはこれ確か前半こう四割でいくそういう年だったんですよね。これはねもう初めてね一生懸命やったんです。一生懸命やった。それなぜかとこれはね十年 ボーナスかかった年なんですよ。あ、なるほど。はい。で、これはね。僕はね。その年、僕らまあ、テスト生みたいなもんですわ。はい。入ってきました。ほんもう、どん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 契約金上がってね。入ってくるじゃないですか。まあ、その穴吹い人があなた買います。はい。そうですね。はい。もう、どんどん来る。僕はそういう意味じゃ。淡白だったんです。ものすごくね。それがあって。いや、俺も一回ぐらいはね。うん。英明をしたいなと。うん。 で10年ボーナスの時ここで俺はちょっといっぺん頑張ろうということの発ったんですねだから僕はほんとあのあの,夜のスイングととかね、えー、たことないんですよ、えー、もうとにかく終わったら早く一杯飲みに行こうっていう、えー、だらしない性格なんですよ <laughs> 野球やっててああ夜の得打ちとかそういうのやったことないやったことないです 終わったらとにかく入る。だから僕あの風呂はね、ええ、あのカラスの餃子言ってみんな言われた。ええ、タタッタタっていった、サーっと出て行って、<laughs> もう街がね、ええ、すぐ飲み屋じゃないですか、うすね、お酒売り場。ええ、だからね、そういうね、あのダメなとこがあったんですよ。で<ー>その年はね、<ー>だから、ええ、あのとにかく自分で一,一生懸命これはもうこの成績残して会社に要求するまで要所、初めて思ったんですよ。 これはあの会社もあれんですけど僕はあの契約あの交渉になりますよね会社が言う通りに何でもはいはいで会ってきたんですよね、うん、ある時上の人が変わりましてほんで僕に「廣瀬君申し訳ない」と。というのはまああんまり働いてなかった人が僕らだいぶもらってたんでしょうね。ほんで僕はその年成績良くなかったんですよ、うん。でもうさ下げるかなと思ったのに 月に、まあ、その当時の感じですからね、二十、うん、万円ぐらいアップしたんですよ。うん、びっくりしたんですよ。その時、うん、なんでこんなに上がるんですかって言ったら。過去にそうだったから、申し訳ないであげてくれたんですよ。うん、だから、ちょっとね、僕もね、よし、小野原はたまにはね。自分の要求の一品出そうかいうぐらいの感じたんが。<ー>昭和三十九年の年なんです。これは十年のあれかかってたんですよね。だから、でうん、今で、あの、飲みに行ったりしとったんが、もう。 一にで家帰って家の庭を真っ暗にしましてそしてイメーージトレニングでですすよよ予習習復ね今日のピッチャーどうやったなこう自分でスイングしてそして明日は誰かな三3人ぐらいピッチャーだいたい想定しましてねそしてそれに対するピッチャーの球をずっとインプットしながらスイングしてで自分が「よし!」っていう。 気持ちになるまでスイングして寝寄ったんですよ。そうですね。だ、うん、からね、180度の生活変わった年ですね。はい、まあその成果もあって、まあ首位打者と、ね、盗塁王。はいえ。首位打者も3割6分6厘ですもんね。そうですね。当時はもうすごい数字だなという。え、まあね、とにかくあの、ね、僕はもうそういうことよりあのまあそれだけやった効果と、ええええ、もう一つね、今までやらんかった た人間がいきなりあったから継承演になったんですよ。うそうですね。弘、うん、さんの晩年はやっぱりこの継承演でそう辛かったんですね、はいそです。そうですね。まああれでまあ一つの野球人生終わりですね。やっぱ考えて。ということはその練習のあるし過しすぎっていうのか、はい、それ。それはもうそうだと思いますね。<ー>やったことない音がもう本当にもう突っぱっぱね指導服あのオフからずっとやってね伝えてきたんじゃないですから、ええ、その一年のためにもうパーッとやっていろんなことやって。うん えー、それに対応してきてまあその、まあ、疲労の蓄積っていうのがねあ,<ー>あのこれは僕はあのやったな尾崎早いピッチャーがおりましたし<ー>そなあの球を打った瞬間でしたね。球が速かったですからね、はあ、そのス滑ド球をねぶって,やって<ー>まあこれあのレフトオーバーのツーベースだったんですけどね<ー>あのその時にカチってきたですね。はあ だから、やっぱり、それは蓄積、疲労の蓄積があったと思うんですね。んそんなことは頭に全然なかったですからね。まあ。会長にずっとやってきましたからね。うんうん、故障するなんていう考えてもいなかったですから。まあ、結局、その腱鞘炎が原因で、晩年は。確か、あの、野村さん、野村さんの監督兼任の時は。最後の方は、もう代打。もう、そうですね。すいや、もう代打も。いうとこですよね,ね。代打、代走で。はい 私もよく鶴岡さんとご一緒に放送している時に、放送席の後ろに、あ、広瀬さん来てるなと。もう遊んでましたね。あしょっちゅう放送席の後ろにいるなあと思ってます。それで。もうね、引退させてくれって言うのにね、会社がさせてくれなかったんですよ。あの時。だから、本当はね、もうしたかったんですよね。もう野球界を身を引いてっていうね。で、行って、で、ノーウェアもあんまり使わんのに、ピンチイーターで。 まあ広瀬いるんだけどっていう感じでね、もうこっちはもうそんなほっといてくれと、はい、ええ、イ,インお荷させてくれと、<laughs> ねやっぱりレギュラーずっと合った人間がね、もうピンチしただけとかね、こういうのやっぱり嫌ですよ。でやっぱ2000本ぐらいね、言ってますからね。ええ、そうですね。特に受験場あったうとなんかそういう感じやるとね、ええ。 なんか、ええ、情けないですからね。会社もそれがね、またね。うん、ただ、会社のいいとこは給料は一切下げないと。すっきりした。<laughs> だから、いいとこ、かたをずっと残すんですよ。ええ。まあ、だから、その、あ、甘えもありましたですね。その、その僕、僕自身にもね。まあ、でも、最後は怪我で苦しんだけれども。現役二十二年は、広瀬さんにとっては、やっぱりいい野球人生だった。 そうですねまあ南海ホークス一筋でねやらせていただいたっていうのはねこれは本当自分の青春のすべてがそこにありますからねいい人生だすねそれとまあこれからはその広瀬さんが関わったその素晴らしい方々もう何と言ってもやっぱり鶴岡一人さん鶴岡親分あっての広瀬さんだったでしょうね。 あの人、いなくて、僕はいないと思うんですよね。だから非常に、もう感謝してるし。えー、もう、時々、あの、夢にも出ますよ。あ、鶴岡さん。時々、はい。ちょろって言われるんですか。いやちょろって言われるんだけどね。<laughs> えー、こう、時々、こうやってみて。ああ。鶴さんや。親分や。っていう感じでね。あのー、鶴岡親分の元力と言いましょうか。はい。 よくいろんなところを見てらっしゃるなぁと私は、はい、あの一緒に放送していてそう思ったんですけれどもそうですねあ、えー、あのまあ、今はねあの何人かがいろんなデータでもって、えー、本当にもう映像からねデータ出してこうみんなやってますけどね、まあ、あの頃はそういうのはないですからね,、うん、ねだから監督の眼力っていうのは大変ね、えー、重要なまああのことだったと僕は、うん、まあ推測するんですけどね杉浦さん、うん の思い出ってやっぱりいっぱいあると。でね、家がもううちのすぐ近所ね、結婚して一緒ですからね。このへもあの彼が三十四年車もらってね、その車で僕は本当にお送り迎えしてもらったですから。そうですか。あの日本一になった時の車。これがく商品の車で三パーゼロ四、三十八兆四倍。そうですね。それがね、だからいつももう申し訳ないのに。 えーって来てくれんで、あの家の前,前前でね、えーえー、までそれ乗ってまあ送り迎えしてもらったんですからね。まあ今では若い方はあの杉浦さんの綺麗なホームのアンダーソロ。そう,そうですね。ねはい、でなんかあの杉浦さんが出たらもうこの試合勝てるんだっていう、えー、そういう雰囲気はあったんですか。それはそうですよ。だってあの34年なんかそうでしょ。えー、38勝して4回しか負けないですから。ねえ。 だからねそのころ稲尾なんかおったわけですよ子ライバでねぐっとその中の戦いでね勝てま出れば勝ちという感じでねそれとやっぱりそういった素晴らしい投手陣まあ拓哉もいましたしそういう投手陣をリードしたのはやっぱり野村ノブさんでノブさんの場合はリードもそうだしやっぱり打つ方でね。 まあね、あの、三人用遊びに行ったんですよ。あ、そうですか。だから鶴岡さんにね、三悪人言われました。三悪人。あ。それを、もう門限は破るわね。もう。本当、あの、まあ、なんかの一つのね。あの、三人が象徴だったんでしょう。打つ方、走る方。投げる方という形でね。で、そとにかく三人一緒だったんですよ。あ、そうですか。もうね。え。もう、これは葛藤の。 放送になるけどね。今のお婆はんね、あれと結婚するまで本当仲良かったんですよ。ああ、そうですね。だからね、本当三人一緒あったんですよ。いつもね、だけどいつの間にかね。そうです。まあちょろちょろっとこう忌憚がおって、それからもうさっとどっか行きましたけどね。そのカットの話は私もよく存じ上げてますので、これちょっと本当はすると面白いんですけれども。 ほんま。あでも僕は平気ですけどね。そんなにいつも三人。三人いつも一緒。仲良かったしは三人。でも野村さんのまずバッティングってのはええ凄かったですね。やっぱり彼もね努力家ですよ。ああもう本当ものすごい努力してましたね。しかもまあ二軍の合宿も清潔でね。僕は本当どっちかとだらしない方で、もうあの洗濯もあーって入れといて、これ。 同じもんが入って、私知らないから、こう一緒に。<あ>ー <laughs> ノームヤンはね、ええ、本当に綺麗に、ね。<ー>一生懸命やってましたね。あの点はね、僕はね、あ,あの、本当に感心してましたね。ええ、まあ、野村さんも京都の犬山高校という、ほとんど知られなかった。ええ、その少年がですね、ええ、南海に入って。あの、アメリカのキャンプにも、連れてってもらったり、本当鶴岡さんのおかげで。うん あなね、そうですね。いや、それはそうですよ。いやあね、えー、あの、まあ、僕も飲むやんも、二軍でね、えー、やってきましたから。だから、あ二人とも、まあ、あの、二軍のね、えーえー。育ちっていう形、えー、だから、これで。一軍に使ってもらったような鶴岡さんの、元力と、いうふうに思ってますからね。だから。 僕はもう本当感謝してすます農民はもう感謝せないかんですねそうですね、えー、もうぐちゃぐちゃ言わずにねそうです。もうその気持ちは出してもらうな、えー、もうどっちにしたっていつまでも生きてるんじゃないんだから <laughs> もう知るのが目の前やからお互いにね、えー、だからもう本当とスカッと人生生きていかなきゃ、えー、そうですね、えー、やっぱりあの 恩人といましょうかねそこのところはね野村さんも出してほしいなと思いますけれどもまあでも野村さんの三冠王としてのバッティングそれからリードつぶやきも含めて素晴らしいリードでそれはもうねリードのこと僕よく分かりませんピッチャーじゃないからねそれはまあ彼が一生懸命そういうことでは研究してピッチャーをリードしていったっていうねところがあるからねそれはもう本当に。 彼がいなかったら、なんかの優勝もなかったしね、ももう大したもんですです後に野村さんが監督になってからも、その考える野球ってことをよくテーマにするのは、リードをしていった中から、いろんな選手を育てていったということになる。まあ、そういうことだと思いますけどね、えー、南海ホークスが初めてリーグ制覇したのは、1959年。 この年と年と1964に日本シリーズを制しますしかしその後は川上巨人の前に日本一を獲得することはできませんでした広瀬さんは1977年に引退南海の監督大英のコーチを務め解説者の道へと進みます広瀬さんが今選手たちに伝えたいこととは 広瀬さんは日本シリーズに勝って日本一になったというのは2回経験されてますね。はい、2回ですね非常に印象的だったのはやはりあの杉浦さんで4勝したという昭和34年で、ね。はいはい、年ですね。まあこれあの南海ホークスもね、はい、初めての経験ですからね日本一になったのはね。これ相手は水原さんの巨人。 そうだったと思いますねあんまりそういうのは、ね、覚えてないですけどあの時のその杉浦さんでの4連勝はい、はい、その時のこうチームの雰囲気ですとか、はい、鶴岡さんのこう思いだとか、はい、それどんんなだったでですすかそうですね、まあ、鶴岡さんの思いはねまだ僕らは若造ですから、えー、あのただあのその時にですね、えー、34年優勝した時にいつも優勝したらあのシーズン前はやらないのね、えー あの時キャプテンは岡本さんんだったと思うで岡本さんがねとにかくその選手権前にみんなで一杯飲む言ったらおかしいけど、うんえー、どっか行ってみんなで規制を上げて、えー、日本シリーズ頑張ろうじゃないかっていう発案をされてですね<ー>白浜の方へ、ええ、行ったんです、ええ、あのみんなが。ええ、でそこでどんちゃん騒ぎしましてね選手権前に。うんでまあ、よし みんなでまあよしやろうで選手権っていうふうにえやったのを覚えてますね。なんかそれでこう気持ちが一つになれるんです、ね、そうですねまあそうなったと僕は思いますけどもねはいあれでも杉浦さんも確か第一戦などは結構ランダ戦で打たれてはいましたよねあの時はね実体なんか割とねんかそんな感じでねえーえー、そうですね やっぱり勝ったけどやっぱり巨人怖いなっていう印象でねありましたねそれはもうとにかく勝ったいうことが嬉しかったっていう印象ともう一つ僕はねもうあの守備下手でしたからあの時にねショート巨人は広岡さんほん南海は広瀬とほんショートの下手な広瀬とうまい広岡さんとね いうようなことでね記事書いてましたわ比較されたんですその下手な私があんまりエラーせずにひろこさんポイントでしたんですねそうですかそれはね嬉しかったです僕はねまひろこさんには悪いけどねだけどそういうふうなありましたからね何回の守備力広瀬が下手な下守備というのはちょっとねひろか抜くされたらっていう感じでねだからエラーしちゃいかんなていう感じでね 無難にいけたっていうのがもう僕にはとっては印象でしたね。ショートやってた時代ですね。栄勝とやってた。この二度の日本一はありましたけれども、その後実は川上さんの巨人と対戦するこのシリーズは勝てなかったですね。そうそうもうもう全然勝てなかったでしょ。う特にあの V9 が始まっていく昭和40年41年ね。それはその頃はもう本当巨人の もう黄金時代ででしょそううすねも今もさっきも言ったかも分かりませんけどね長嶋王っていうねこの二人がねもう頂点に立ってもう人気といいね実力といい顔といいねほんまもう三拍子も四拍子ってだから長嶋なんか街でパとね一緒にオープン戦なんか行くとねそれはノブなんかねわしらひまわりはけどそれはしゃないですわ。 あのスタイルとね、ひまわりと月見草ですね。月見草、雑草のごとくけど、本当あるなみたいなね、僕ら雑草ですよ。長島の格好の良さはね、え、これはもう仕方がないですよこれ。そう思いましたね僕は。遠くから見ててかっこええなと思って。顔はいいね、ツインあのあれもいいもうもうそれは立ち打ちできないもの飲めなんぼぼやいてもダメです。それもう本当。 まあですから日本シリーズはいい思い出もあればそれからやっぱり巨人にやられたなっていうのもあるわけですね。すねえー、広瀬さんのそのまあ22年間の現役それからまあ監督コーチも含めたそういう活躍があって殿堂入りなさったっていうのは99年だったですね。これはその殿堂入りするって言われた時はどうだったですか僕はね、えー あそこにおったんですよあの鹿児島に、ええ、ちょっと迷宮界の連中とですねあ、ええ、僕はあの飛行機来でハワイその時もぼつその頃からサボれ出してですね,、ええ、ねその年も行かなかったらね、ええ、なんか行かん人間はちょっと鹿児島の方でゴルフしながら楽しめや<ー>ということを言われましたね、ええ、鹿児島行った時に話聞いて電話かかってきてすぐ帰ってきてくれということで、まあ、帰ったんですけどね。はい、だけどまあ どうういでかねま、はい、あまあ俺もようやく一人前の野球選手として、うん、え評価されたんだなっていうね、うん、まあそういう喜びがありましたですけどね。で広瀬さんはその後、まあ、ふるさとの広島で、はい、今もそうだと思いますけど、はい、あの広島カープを中心にした放送や。はい 評論をなさってますね今はどうでしょうかね広島カープを中心にしてですね野球をずっと見続けていらっしゃってこういう中で今のプロ野球界ですとかそれから若い選手ですとかこういう人たちに対して今の広瀬さんがねどんなことを思ってらっしゃるんですかそうですねまあって 我々の時代ともいろんな意味でこの待遇面から全てですけれどもねああのま非常にいい生活をさせていただいているいだから我々はあの冬のねこのトレーニングしても自分で寒いとこで自分で考えて自分でそのやるということでしたよね。 だからあまあ自分でいろいろ考えるってやらなきゃいけないっていうところがあったんですよね。だからコーチも、うん、まあ最初も言ったかもしれませんけど、監督一人とかですね、はいえー。故障したら故障に対するあの専任のコーチとか、うん、おるわけじゃないですから、すべ、えー、てが自分で責任を持った中で野球界で生きていくという、うん、その生活っていうものを知られてきました、ねうん、だからまあどう言うんでしょうかね。あのうん。 自分で、えー、考えてそして自分で行動して、うん、そしてプロで生きていくためにはっていうね、はい、まあそういったものを、まあ、感じてきたあ我々ですけども、まあ、今の人はそういうことの話にいきなり、うんえー、ある程度のこのことを、うん、会社が面倒見てくれる、うん、あるいは先,あの、まあ、先輩たちもそうでしょうけど、まあ、監督コーチ含めて、はい、いろんなあのことに対して えー、アドバイスしてくれるという、うん、まあ恵まれた環境はありますからね。ねまあ食事でもそうですよね。はい、まあ、我々は合宿なんかをりましても、選手たちが我々が全部ね。掃除して、うん、汚いとこで便所掃除からうん、うん、全部やりました。ですよね。うん、まあ、そういうものもないでしょうし。だからもう少しね。こう。どういうのかな？一般社会人はよく分かりません。けれども、はい、ある程度うそういったその生活の面でね、えー、もう含めて。うん 謙虚な自分たちを見つめ直してですね、<ー>本当に野球に対するところをね、うん、真剣にやると。うん、ただ野球だけ野,野球だけじゃないしね、一辺社会人としてのね、うん、こういったそのものを身につけた中で、うんえー、やってくれたら嬉しいなっていう感じですよね。うん、今環境がある意味では整ってきたので、えー、教えられるってことにはならされてるんだけど。 もっとそれぞれが自分のやり方だとか伊さんのように自分で考えて編み出していくというそこのところは今の若い人にはちょっと要求したいなそれはもうね僕は一級品になる一流になるためにはね僕はみんな過去の人はねそうやってきたと思うんですよね。自分で考えてそして自分で実行してでいいとこ悪いとこは咀嚼しながらねいいとこがこっても上がってきた。 だから、あの、どういうんでしょうかね、えー。本物のものを学んだと、ああだからこれは大きいと思うんですよ。今でもいい素材持った人でもね、うん、あの、たくさんいると思うんですけどもね。はい、やっぱり、教えられただけの形でやってきてる人は、のみ悩んでるんじゃないかとで。やっぱり、上上がってくる人間はね、僕はそうやってね、僕らやっとうな形でね、うん、自分で、あの、学んだところ。うんはい 採択したとこがね、あると思うんです。うん、まあ、そうした人たちは。まあ、特別ね、一流のやつは別、か知りませんよ。ね、あの、それはあったと思うんですよね。まあ、一郎だって僕はそうだと思いますよ。うん、やっぱり本打法に近い。そういうい打ち方をするのにはね。うん、あ,あ、何をどうすべきかというのはね。うん、これはもう先輩でなし、本人がやっぱり。考えてやって、うん、今の、一郎があると思うんですよね。<ー>だから、そういったね、やっぱり。野球界で、あの、まあ、一流になっていくためな。 ためにはどうすべきかと自分をどういうふうに追い込んであるいはどういうふうに訓練し技術を磨いていくかっていうのはやっぱり自分で考えて自分の体を知ってねそしてそれに対応するっていうとこは自分で学ばなだ僕はどうかなと思うんですけどね学んでほしいいと思ますねそれとどうでしょうか今その日本の球界からアメリカ大リーグに視線が移っていく選手が非常に多くなってきたこれヒロさんどうですかこれはね まあ僕は率直に言ってね、うん、あのもうちょっとコミッショナーも含めてね、ええ、考えないかんと思うんですよ。うん、メジャー行ったはいあかんはい日本帰ってすぐうこういうね簡単な形をねもうメジャーから帰ったらね、うん、新人のテストを取る時と一緒ですよ。もうねあのどういうかなあのドラフトがあるでしょ、はい、ああいう感じでやらんとね、うん、それはね、えー、大変ですよ。 俺はやっぱりねあの後進国からね先進国とこうやってきてねどうしても制約するじゃないですかこの世の中ね同じようにね考えてやらんとねいったからんだ帰ってやったらええやっていうねこういうのはねもうちょっとねやっぱりその辺をちょっとけじめをつけてねつまり覚悟をしてもう帰ってくるなと帰ってくるんだったらねっ どこの球団でもやりますという形でドラフト制度の形、うん、取ってね、うん、好きなあの欲しい球団があれば、うん、あのそれがこれを打ち取るっていうね、うん、そういう選択の形をやってそれでいいやったらもう彼ら辞めたらいいんですよ、うん、何でもかんでもそうやって来たら「はいよい、はい」絶、は、対、い、出ててますよこれからのも、うん、まあ西岡なんかでもねもうこういう生活になったら帰ってくるでしょう。うんね、だからその時はねまた同じようにやるとかいうのはそんな甘く考えてもらっちゃ困るよ、ね、選手行く選手にはね。うん だってそうでしょう。もう行ったらもう帰ってくなっていう感じですよこれ時代をもしもし巻き戻すことができたら、広瀬さんはメジャーでやってみたいなんて思ったことはないですか。いやもう過ぎ去ったからねもう。過ぎ去ったから。もう全然ね。今ならやれるんじゃないかなって。いや真面目にや真面目にやれたらっていうね。だから三十九年の時代だったぐらいあるぐらい野球に対する姿勢でもって、そして真面目にやれたら。 ええ、ちょっとぐらいやれるかもわからんな,なという気はありますよだけどもうこういうチャランパな男ですから、うん、まあ無理でしょうけどもね <laughs> 75歳になられた広瀬よし屋です 試合に勝つための塁数字だけではなくて、チームプレーにこだわった広瀬佳紀さん若い選手に贈る言葉自分で自分を見つけなさい、野球だけではない、どの世界にも言える言葉でした。